どうもフィッシャーズのシルクロードです。今日はまあ、みんなが死ぬ前に一度は言ってみたいセリフですね。この店のもの全部くれよ。これを言いたくてしょうがなくてね駄菓子屋か、まあその辺で行ってみたいと思います。いやー、店の人はご機嫌よくくれるんでしょうかね。まあ今100円しか持ってないんで、まず買えるかどうかわからないんですけど、売ってくれたとしたら、まあやってみたいと思います。行ってみたいと思います。おじゃん、ここのお店のやつ、うん、全部ください。わー、当たり買えるかそんなの。はい、まあおばちゃんにはバカ野郎と言われました。マジでね、あんなこと言う言葉をね、ノリかどうかわかんないけど浴びせられたらもう二度と行きたくないよね。実際あんなとこにはもう二度と行かないけどね、言えたことには言えた。総額多分あそこで何円すんだろう、 10万はしねえか、うん、まあわかんないですけど、まあそんぐらいすっかもね、うん、逆にバカ野郎って言ってもらってよかったのかもしれないです。ただ言えたっていうのはでかいかな。あんなノリノリでこんなんだって言ったんだけど、おばちゃんはノリノリじゃなく結構ガチめに行ってきました。で、行かないって言ったんですけど当たり引いちゃったんでちょっとノリでガム買ったらね、ご機嫌取りにガム買ったら当たっちゃったんで、もう一回行くハメになりました。なんと顔を合わせづらいとやら。では今日は、今回はね、この辺でさよなら。うん、お疲れ様です。うん、サンキュー。サンキューって何？いいよ、はい、終わり、ちゃんちゃん。キモ。すいません、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、一つもらいますね。また機会があれば来ようと思います。また来てください。ありがとうございます。お世話様でした。いやいや、こちらこそ、はい、いっぱい買っていただきました。いえいえ、お大事に、はい、お大事に、お大事に。